この避難指示法の11ページ、まあ、総論のところですね、避難指示法を習得しようとする者には2つの面がある。1つは、一般治療の合間に時々やってみようかなと、まあ、いろんな治療法がありますよ、世の中にはですね、指圧したりマッサージ、針も打ったり応急したり、いろんなところがあります。まあまあ避難指示法一緒にやってみようかなという人へ、その2つ目は真剣に習得してこの方法を縦横無尽にですね駆使してみようかなという探求者で、前者はこの本の23ページから先を読んだらいい、後者は、次の問題から十分知っていた方が良いということで、皆さんは後者なんですね。もうこの方法を熟知して縦横無尽に患者さん治療してみようと、ね、自分の体、家族の体にいろいろやってみようと、そのレールにもう乗ってしまったんです。いや、私は23ページからがいいなと思ったら残念ながらですね、もうこの11ページから行ってください。それではですね、それにはまずシーソー現象理論とその根源である地熱感度の測定法について知らなければならない。地熱感度測定とは経絡の異常を客観的にしかも数値で表す方法である。これも今まで何回かやりましたけど、シーソーっていうのはですね、こう一個バタンとこうやりますね、こっち側が沈めばこっち側が、こっち側沈めばこっち側が、それでこの状態も、この状態も痛みが感じる。例えば痛みとしたらですね、この状態になれば痛みってわからんなんですよね。もちろんですね、こういう状態が、この状態が良くなってシーソーのバランスが取れればいいんですけど、そうじゃなくてもこういうバランス状態がこの何も痛みを感じてない方に痛みを与える、ストレスを与えることによってこうなってもいいんですね。一緒、右も左も痛くても両方の痛みがバランス取れた時には痛みは感じなくなるんです。本当は痛くないのがポッとこうなればいいんですけど、そういう必要もない。この痛くない方がちょいっと痛みを感じるぐらいまでちょ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 っと上げると、まあ、これがトットットッと折れてバランスが取れる。ところがこれがなかなか理解ができない。何回私が説明してもですね、まあ、真剣に取り合ってくれない。だからですね、赤羽剛兵衛先生がそれ命かけて説明してみんなが分かってくれないっていうのはもうしょうがないですね。だからその当時のことがまだ新聞記事なんで残ってるのがあるんですけど、あのもてはやされる反面、あんな治療をやりやがって、今でもそうです。今でもこの東洋医学の難しい治療をやってらっしゃる方たちには避難針とか延避針っていうのはですね、あんな治療をとかですね、だからメインの治療はこっちでやりといて避難針はもうちょっとやった方が、そういうやり方です。私みたいにもう針で言ったら避難針がほとんどでっていうのはあんまりない、もしくはですね、そういうやっててもそれは表に言わない。私みたいにこうインターネットでも何でも避難針、延避針で治療してます、もうほとんどはそれです、長い針は使いませんみたいに言ってるのは下に見られる、低く見られる。毛がこんな加工難しいことに調整してですね、ちょっと私も昔はひげ生やしてましたけど、こうひげ生やしてこんな感じで、って言いながらですね、難しい顔してると倍ぐらい治療代もらえるんですね。私みたいにペラ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 もう喋りながらですよ、患者さんに全部答えを教えながらですよ、じゃあ次これやってみましょうかねって言ってね、患者さんと一緒にね楽しみながらやってる治療からあんまりもうもらえません、治療代は。ネタ全部バラしてるわけですね。その代わりあなた自分でもやるんですよと、私の責任に全部しないでくださいね、逃げ打ってるわけですから、まあ、都合のいい治療が出る、都合のいい治療がですね、で次がですね、経絡の異常はこれ脈診といってですね、こう寸間尺で脈を見るんですね。でこの脈の乱れ方、脈の異常を察知すると、ごく少数のものだけが知り得たといういわゆる名人芸に等しいもので、これには客観性がないことから科学性がないということは、科学性がないというのは再現性に乏しい、また同じことをやるのは非常に難しいということですね。科学というのは非常に再現性、iPS 細胞が、
スタップ細胞か。スタップ細胞が誰でも作れるかどうか。これは再現性ですよね。今、岡田さんが頑張ってますけど、これは誰でも作れますよと。こうやったら誰でも作れます。これは科学ですよね。まだ大和田さんが私じゃないと作れない、もし本当にそうだったら、これは学じゃなくて技術なんですね。まだまだ科学とは言えない。これをずっとこう多切磋琢磨していくと、科学性がもっともっと、評価されるようになるのかもしれませんけど、この脈診というのは科学とは言えないと、迷信であろう、もっとひどいこと言われてですね、あるいは経絡の存在まで否定されるような事態にもなる。今ここで経絡や脈診のことに触れたが、非内診法を習得しようとするのには経絡の問題に膨れしない方が良いと思う。経絡のあんま知らなくていい、知っとくとあんまり分からなくなるということですね。なぜなら、何も知らない医師や一般の鍼灸師、特に初心者と思われる方が案外早く覚えられる。名人ハテナって書いてあるんですね。名人ハテナ、名人なんでハテナって自分で名人って言ってるんです。あの世の中の名人ってですね、 99% が自分で名人って言ってる、自分で選ぶんですね。本当に名人かどうかっていうのは他人が評価することなんですよね。自分で言うことじゃないんです。でもほとんどの、名人の偉い先生様は自分で名人って言ってます。なかなか覚えられないというからである。これらはおそらく非内診法があまりに簡単、技術じゃない、簡単なんです。あまりに効果がありすぎる。非内診、まあ鉛筆診としてもですね、ちょっとやったらすぐ変化するんですね。もうものの1秒、もう1秒変わらない。こうってやったらプッと変わるぐらいですよね。もう瞬時です。鍼灸は難しいもの、複雑で難解なものという先入観に邪魔されて、かえって覚えにくいのではないであろうか。それは長年球体全体を何者かにとらわれているからではないだろう。もっとも発見者である著者自身というのは、赤羽先生自身が最初はあまりに聞きすぎるので、一体これはどうしたことかと、疑問は疑問を生んでしばらくの間悩んだ末、発表に手間がかかったっていうぐらい、そのぐらいちょっとびっくりするような発見であったということですね。よろしいです。皆さん先入観なし。今までのハリキューとか東洋医学で、今ね、東洋医学を優しく教える漫画東洋医学とか、東洋医学入門とか言ってね、おそらく中にはそういう本を一生懸命して読まれた方がいると思います。僕も読みました。ずいぶん昔はですね、よくわからないというのがね、何書いてあるのかなと、そのまま治療に応用したけど治ったのかどうかわからないというのは、私のはっきり言えばそれが結論です。で、それがですね、この非内診法やなんかはパッとその直後に答えが出るんですね。で、私みたいなあんまり勉強しない人間はですね、それがそっちの方がいいんですよ。でも患者さんも喜んでくれます。どうですって聞くんですね。治療室どうですか。おお先生良くなった、これの方が僕には性に合ってるんじゃないかなと思ったんです。で、それをもう何十年もやっております。次12ページですね。